は朝倉さんの展示会に訪問しております。ということでよろしくお願いいたします。お願いします。今日ご紹介していただくのはどちらの商品になりますでしょうか。はい、まあ、両方なんですけど、まずはブラウス、はい、ブラウスですね、はい、でこちらの方ははい、ドイツの柄を買いまして、日本でプリントしているドイツ天社という種類の生地になっております。非常に特徴的な柄になっております。ありながら、はい、おしゃれですよね。はい、ちょっとかっこいい感じの柄になっております。で襟元は少しだけ襟がついているようなデザイン。はい、ね、ちょっとタキシードライクな、うんうんうん、ちょっとメンズライクな感じなんですけど、落ち着くサテンの生地にプリントしてますので、うんうんうん、女性感あるシルエットにはなります。はい、割とすっきりとしたシルエットなんですね。はい、このように着用するとなります。透け感も程よくっていう感じなので、すっごい透けてるっていうわけではないので、春夏シーズンちょうど良さそうですね。はい、真夏以外は全然いけちゃう感じの色の落ち着き感がありますね。こちらお色の方は今映しているブラックですかね、これ。あ、一応はこちらがグレー、グレーですとベージュの2色展開になっております。グレーとベージュの2色展開となっております。はい、生地のお色味で展開しているってことですね。はい、ありがとうございます。お値段こちらおいくらでしょうか。はい、こちらの方は税抜きで1万1000円ですので、税込み1万2100円になっております。ありがとうございます。じゃあぜひブラウスの展開となっております。今スーパーディーバーでも展開中となっております。ぜひご検討ください。続いてご紹介していただくのがこちらのサロペットですかね。はい、になっております。こちらパンツスタイルのものですかね。はい、そうです。でこちらの方はまあ少しアレンジを加えながら、弊社でも3年ずっと売れ続けてる、はい、サロペットになっております。ゆったりしながらも華奢感のあるベルトがポイントになっている商品となっています。一応は4段階長さも調節していただけます。調節できるようになっております。でサイドにこちらの方がラインが入っているデザインになっています。非常にリラックス感ありながら履き心地がいいですね。はい、素敵です。とこちらですと見えにくいですかね、色違いのこちらの方が嬉しいですかね。後ろがはい、このようにベルトがついてるんです、ね、そうなんです。ちょっとデザインでこちらも3段階緩めていただける調節があるんですけど、こういう後ろの姿もポイントになっております。なるほど、かわいいですね。はい、調整もできるのでワイドにゆったりと着こなせるかなと思います。はい、でポケットもついてる感じですか。はい、ついております。サイドにポケットが簡単についてるようなですね。はい、リラックス感ありながら非常に過ごしやすい一着ですね。はい、こちらはスーツ生地でできてますので、あのセレモニー系にこちらのブラックでしたら使っていただけます。そうですね、普段使いはもちろんのことセレモニーにも使えるかなというところで、非常に活用の幅が広いアイテムですね。はい、ありがとうございます。お色の方はこちらが、はい、ベージュです。ベージュですね。でベージュの方はサックスのサイドラインで、はい、少しこちらちょっと遊んでいる感じになっています。そしてこちらもあのトルソーが着ているのがブラックです。ブラックはもう普通のオフラインのラインがついているものになっています。はい、かわいいですね。はい、もうこれはもう長年売れてますので、自信を持って売れると、はい、ご紹介できる商品です。毎年人気のアイテムということで、はい、ぜひ春夏シーズンの定番商品として提案されてみてはいかがでしょうか。続いてご紹介していくのがこちら、今セットアップで販売し、あのセットアップで提案する商品になっています。これ単品で上下それぞれ販売されているんですよね。はい、そうです。こちらどういったアイテムになりますでしょうか。こちらの方は、こちらの方も、ドイツで柄を買いまして日本でプリントしてまして、まあ、日本にはないあのコミック柄、可愛いですね、になっております。ちょっとインポートっぽい
雰囲気を感じれるアイテムですね。はい。で、まあ、前面ですとちょっと派手すぎるので、まあ、ちょっとサイドに柄を配置して、あとはまあトップスの方ですとカットソーなので気楽にまだ、はい、着心地もいいですしね、着ていただけるかなっていう商品、トップスだけでも本当シンプルなボトムスと合わせていただいても印象がとっても素敵ですし、スタイリッシュな感じに見えそうですね。はい。そして合わせているのが今、はい、ボトムスの方ですね、はい、じゃあタイトスカートですかね。はい、そうです。少しちょっとめくらしていただきますと、はい、ウエストの方がこのようになっております、はい、サイドにラインが入ってるんですね。はい、そうです。これで少し締まった印象になってると、はい、思います。あと前面ですとすごい派手な柄なんですけど、確かに遊び心がありながらも可愛らしくなってますね。で、後ろの方がゴムになっております。はい、でちょっと回させていただきましたけど、うん、コンシールファスナーもついてますので、はい、非常に着心地も着脱もしやすいですし、おすすめとなっております。スカートのこのプリントの生地の部分は伸縮はあるんですか？ほんの少しだけなんです。ストレッチはあるって感じですね、はい、まあ、割と体にフィットする感じのデザインになっております。はい、でなんか1枚あるだけでちょっと目を引く一着になりそうですね。はい。ぜひ1枚でもいいですし、合わせてやっぱり着ていただくとさらにスタイリッシュになるかなと思います。お色の展開はこの1色のみですか？はい、そうです。ちょっとたくさん色入ってます。黒で締めてという、確かにこれでもうマルチ柄みたいな感じですもんね。はい、もうとっても素敵ですし、他にはない1着になるかと思います。ぜひご検討いただければと思います。上下それぞれで展開しておりますので、合わせてで展開していただいても結構ですし、それぞれで展開されてもきっとお店の目を引くと思います。続いてご紹介するのがこちらのトップスになっております。こちらシャツをドッキングしてあるトップスですね、はい、ちょっともう1枚で重ね着風みたいな感じになっております。可愛いですね、はい、ふんわりとしていて、でこちらちょっとこう上に上げていただくバルーンの感じで留めていただいても、袖がギャザー部分がちょっと印象変わりますよね。そうなんですよ。スポーティーな感じからちょっと可愛らしい感じになるっていうのがポイントです。はい。割とオーバーサイズのシリーズエッジになっているので、どなたさんのサイズ感抵抗なく着やすいかなっていうところですね。やっぱりお尻が隠れますので。お尻も隠れるので、おっと失礼します。非常に着心地もいいですし、気になる部分もしっかりカバーしてくれるというところですね、はい、後ろは結構割とすっきりとしたデザインなんですね。そうですね。なのでちょっとここにボリュームが気になられる方でもすっきり着ていただけます。確かに素材の切り替えも非常に軽やかなので、はい、初夏も着ていけいただけるかなっていう感じがします、はい、すみません。真夏以外は全然いつでも着れるっていう感じのアイテムですね。はい、失礼いたしました。なっております、はい、あとはこの色カラーポイントになっているタグもこちらもデザインでついております、はい、かわいいですね、はい、これをもうあとはもうデニムのパンツですっきり合わせていただいてもいいですし、合わせ方が本当いろいろ楽しめるアイテムだと思います、はい、こちらお色の方は今展開されているのがこちらがライトグレーのライトグレーですね、はい、カットソー素材のところで色味が決まっています。一応スウェット素材ですので、まあ、着ていただきやすい、さらっと薄手のスウェットですもんね、割と、はい、多分さらっと着やすいかなと思います。そしてお手元にあるのが、はい、こちらはブラックになります。ブラックはちょっとこちらのギャザーのシェア部分がネイビーになってますので、その切り替えがねなかなか素敵ですね、はい、こちらもタグがついております、はい、になっております。もう本当今ふわっとした感じのボトムスと合わせていただいても今年らしい着こなしになりますし、すっきりとしたデニムだったりとかボトムスで合わせていただいてもおしゃれに着こなせるかと思います、はい、ぜひご検討ください。はい、続いてご紹介するのがこちらのスカートになっております。こちら異素材の切り替えのスカートですかね、はい、になっております。本体部分はデニムでありながら、ここがまたちょっとライト、はい、軽めな感じの
素材にプリーツがなっていて、でこちら側がサテンですかね、はい、の生地感でふんわりと仕上げられているので、見る角度によってちょっと表情が変わる商品となっております。デニムなんですが、とっても着心地が良さそうなボトムスですね。そうですね、うん、こちらの方も柔らかいライトオンスでプリーツがかかってます、うんうん、まあ、こちらの方も柔らかいサテンですので、うんうんうん、ゴワゴワはしないですね。そうですね。そしてボタンになっているのと、後ろ側がゴムですね、はい、一部ゴムになっているので、とても履き心地が柔らかくてフィット感もありながらもちょっと軽やかに着こなせるので、春夏シーズンおすすめしたいアイテムの一つですね、はい。デニム全体ですとちょっと暑苦しい時もあるんですけど、まとわりつく感じとかがあったりとかしますが、はい、これだともう本当デニム久々に履くっていう方にもおすすめだったりとかしますね、はい。じゃあお色の展開は、はい、こちらのブルーとこちらのネイビーしております。もう本当インディゴ系のザ・デニムっぽい感じのカラー、はい、でサイドはオフは共通になっております。どちらも本当色が程よいので着合わせしやすそうですね、はい、白はこのようになっております。非常に切り替えも綺麗ですし、履き心地が何といっても良さそうなアイテムですね。ということでぜひご検討いただければと思います。はい、ということで続いてご紹介するのが今展開されているスカートとなっております。毎年人気の柄がミックスされているロングスカートになっております。今年もこのスカートが提案される時期になりました。そうですね、コットンのギャザーってもう夏にはもうぴったりですよ ね、 そうですよ ね、 春夏にね。ウエストゴムになっているので、はい、非常に履き心地もいいです。まあ、なんといっても素材のこの切り替えですよねそうですね、うん、1枚で主役になるスカートとなっております。まあ、トルソーがね割と背が高めなんですけれども、普通に履いていただければロング丈になりますので綺麗に着こなせるかと思います。配色が綺麗ですね。そうですね、色合いはこの1色のみですか？そうなんです、これだけちょっと違う柄を4種類ミックスしてますので1色展開にさせていただいております。はい、商品によって若干こう個性はあるんですけれども、でもとっても素敵ですよね。そうなんです、ちょっとなんとなくブルーでワントーン統一してますので、ガチャガチャしてるかなと思いきや統一感なので、ちゃんとマートワンがあるっていう風になる、はい。今 T シャツと合わせてるんですが、このように T シャツと合わせてですね、ぜひ展開していただけると着心地が良いかなと思いますので、ぜひご検討いただければと思います。一色展開となっております。はい、ということで最後にご紹介していくのが、今後スーパーデリバリーも展開する予定の商品なんですが、今展示会で展開している新作をちょっとだけご紹介していきたいなと思っております。またちょっとデザインが変わるものもあるかもしれないんですが、このようになっております。まずはワンピースですね、はい、こちら非常に軽やかでとっても素敵なアイテムです、はい。じゃあ今展開しているのは4月5月ぐらいに現物になってくるものですかね。はい、そうです。夏に向けて提案していきたいアイテムになってます。ワンピース可愛いですね。はい、そうなんです。で、日本製の薄手の綿のローン生地に、ちょっと色はたくさん入ってるんですけど、抑えめの、はい、配色で出てますので、とっても夏にぴったりの。そうですね、大人にも着こなせるようなアイテムになってます。そして続いてこちらですね、セットアップで着ても可愛らしい商品になっております、はい、軽やかですね。そうなんです、オパールっていうこのオリジナルの柄をちょっと一部抜いてまして、はい、はい、こちら様にはない。こちらはもう生地になっております。今ノースリーブのニットと合わせてますけれども、はい、もうこれ T シャツと合わせても可愛らしいですよね、はい、そして同素材のパンツですね、はい、トレンドのショートパンツですね。可愛いですね、はい、軽やかで非常に上品ですよね。そうなんです、このショートパンツは少年っぽくなく着ていただける、夏のお出かけにもぴったりな感じですね、
非常に素敵です。そしてこちらのサロペットですかね。はい、こちらのスカート、はい、こちらの方は朝なんでもうシーズン的にはぴったり、そうですね、すっきりときとこなせていただけるアイテムと思っております。トップスのブラウスも可愛らしいですね。はい、そうなんです。これちょっと絶妙な袖の加減が素敵です。はい、今後展開していく予定ですので楽しみにしていてください。スカートもねジップアップでとても素敵なので、はい、ぜひご検討いただければと思います。そして最後ご紹介していただくのがこちらですね、はい、ノースリーブタイプがついに出てきたんですね、はい、春夏が今展開してて人気の商品の夏バージョンみたいな感じですかね。はい、そうです、うん、今後展開していく予定ですので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。本当これだけでスタイルアップして見えますね。シンプルですけど。そうなんですけど、うん、あと、まあ、あの前回同様変わらずサイドのこの辺の、はい、シャーリングは変わっておりませんので、うん、ただ前回よりデザインの良さはそのままですね。そうなんです、うん、はい、アイラインが強調されて細見えしますね、はい、さらに今度は、ね、こういう元気な色が入りましたので、うん、はい、夏らしいですね。非常に元気に夏を過ごしていただけたらと思っております、はい、そして最後こちらスカートですね、はい、もう本当もうエスニックっていう感じのエスニックっていう感じですね、はい、ただなんかバンカーまで全然いけるようなデザインのお色ですよね、はい、先口まで着れそうなアイテムになってます。でも軽やかなので非常にとっても素敵、夏に向けてちょっと個性的な一着として仕入れを検討されてみてはいかがでしょうか。ありがとうございます、はい、ということで朝倉さんの今後展開していく商品の方をご紹介していきました。ぜひよかったらですねスーパーデリバリーの方随時掲載されていきますのでチェックしていただけると嬉しいなと思います。ということで本日はありがとうございます。